ミノ電気軌動セミボ510系電車。ミノ電気軌動セミボ510系電車。ミノ電気軌動セミボ510型電車は、ミノ電気軌動。ミノ電が1926年に申請した反抗性4軸ボギー車。ミノ電が明記鉄道へ吸収合併された際に、車種記号がセミボからモに変更され、モ510型と解消された。その更新会社である、 名古屋鉄道に引き継がれ、改造を受けながら21世紀初頭まで営業運転に充てられていた。戸袋窓が大円形状、いわゆる丸窓であったことが特徴で、丸窓、丸窓電車の愛称で親しまれた。なお、本校では本形式の類似車両で共通して使用されていた b d 5 0 5系、あとのも5 2 0系についても合わせて記述する。 ミノ電発の反抗性車体を採用した4、軸ボギー車で、セミボ511から515の5両が1926年、大正15年に日本車両製造で申請された。車種記号のセミボは、セミスチールボギーの略である。平用軌道区間での運用を持つ車両でありながら、高速電車規格の台車を履いた高床構造車であり、 アメリカにおいて1900年代から1920年代に盛んだったインターアーバンと言われる市内、外直通の電車群動用の設計がなされていた。アメリカの電車の影響で大正時代を通じて日本の鉄道界で流行していた正面形状を半円筒型の5枚窓とする半流線型車体を持つ。このデザインは先行して1923年。 大正12年に、美濃電が申請した木造ボギー車、b d 5 0 5系5 0 5から510におおむね準拠したものである。ただし、正面窓及び、側窓の上下寸法が拡大され、大枠部の外反裾も下げられたことにより、腰高な印象を受ける BD505 型と比較すると安定感のある外観となった。窓の構造も b d 5 0 5系の一段窓に対し、 セミボ510型では二段窓と異なっている。客用扉は、車体両端に二箇所設けられ、戸袋窓は当時製造された電車で時折見られた、楕円型で、正面形状ともども両形式のデザイン上の特徴となっていた。窓配置は、BD505 型が、で22,222 22 22エド、D、客用扉、E、楕円形戸袋窓、セミボ510型が、 デジュエドである。車内はいずれもロングシート仕様であった。両形式とも使用機器は、デッカーシステムの系譜に属する、イングリッシュエレクトリック、e e 車線のものを搭載し、制御方式は直接制御であった。主電動機は EE 車、e、製 DK60 型を搭載する。出力は4 4 8キロワットで、1両あたり2個搭載という、控えめな仕様であり。 高速運転に適した性能を持った車両とは言い,い、たいものであった。台車は b d 5 0五5型が JG ブリル車製 27MCB-1 型、セミボ510型は同台車の国内レッドコピー製品である日本車両製造製 27MCB-1 型釣り合い、両式台車をそれぞれ装備していた。当初は BD500 系統とともに、 鉄道線の笠松線で運用されたが、美濃電が1930年、昭和5年に、名機鉄道へ、九州合併された後、両形式とも軌動線の美濃町線へ転属した。その後名機鉄道と愛知電気鉄道が合併し、名古屋鉄道、名鉄が成立した後も長らく、美濃町線系統の主力形式として運用された。終電装置は当初トロリーポールであったが、 戦後に、ビューゲルに換装されている。なお、BD500 号型は、明記鉄道への合併に際しても520系521から526と解消。改版された後、1964年、昭和39年から翌1965年、昭和40年にかけて外反に後半を張っての、簡易犯行者かと窓のある雑誌化を施行し、いわゆる、偽スチール車となっている。 なおこの車両にもセミボ510型と同様の丸窓が、戸袋窓にあったが、戦中、戦後の物資不足時代に板で塞がれ、後に通常形状の戸袋窓へ改められた。1967年、昭和42年に、岐阜市内線と伊比線との直通運転が開始されるに、あたり、両形式は、車齢40年を超える古典車でありながら、 同列車用車両として転用されることとなった。これは、鉄道線規格に合致する高床構造、かつ、平用軌道区間を走行可能な車両ということで両形式が抜擢されたものであった。運用開始に際しては1967年、昭和42年から翌1968年、昭和43年かけて、 もう510系前車とも520系522から526を対象に以下の改造が施行されている。直通運転に際しては2両編成での運行が基本とされたが、もう510型のみ、総括制御下改造を施行し、もう520型については、制御方式に手を加えずも510型との平結時は、制御者、区代用として使用するととなった。 そのため、510型については、イビセン内での高速性能と付随者牽引力を確保するため、主電動機については、他形式から転用した、東洋電気製造製、TDK516A 型を4機搭載し、制御機も、電磁タニースイッチ式手動加速制御、HL-HL-480 の回型に、換装して、 この手電動機の乾燥により一両あたりの出力は4 4 8 k w にイコール 89.6kW から 63.5kW4 イコール 254kW と大幅に強化されてサイズの割には強力瞬速な電車となった一方も520型は従来の電装品はそのままに新たに本指向き運転台にのみ HL 制御用マスコンを増設、単独走行可能ながらも510型との並結時は、事実上変運転台の制御車区として使用された。直通運転開始当初は、伊比線内では2両編成で運行し、中節で両車の連結を解除して、岐阜市内線内ではも510型、も520系それぞれが、単行運転を行う形態が取られたが、1975年、 昭和50年9月より、常時に両編成のまま市内線へ直通するようになり、以降も520型が単独で走行する機会は、ほぼなくなった。なお、蒸気改造対象から漏れたも521は1969年、昭和44年12月に廃車となっている。1972年、昭和47年から1979年、 昭和53年にかけて以下の改造が追加で施行されている。後年にはもう510系の側窓をアルミサッシ化し、もう512の水戸袋窓、丸窓のエッジゴム固定化も施行された。名鉄における河川電圧600ボルトの支線区には旧型車が多く重当されていたこともあり、両形式もまた長らく直通運転の主力形式であり続けた。 繁華街の柳瀬界隈の狭い路上を古風な電車の二両編成が通り抜ける様は岐阜市内における名物の一つであった。また、伊備船内における急行運転においては、高継年の軌道専用車両としては、異例の高速運転が常時行われ、最高速度時速 65km で改装した。しかし1980年代後半に至り、 有等列車用車両ながら、冷房設備の内容形式は、時流から取り残された存在となりつつあった。またも520型に至っては、木造車の外板に後板を張っただけの簡易犯行車、あり、老朽化の進行が著しかったことから、1987年、昭和62年に申請されたも770型に、代替される形で、1988年、 昭和63年までにも510系511.515とも520系全車が廃車となった。しかし、も512から514の3両については、その後も残存し、この3両で適宜編成を組んで運用された。同年も510型は、鉄道ともの会から、エバーグリーン賞を受賞し、それを機に、車体塗装を、直通運転開始当初のスカーレットと白の、 ツートンカラーに復元されている。その後1997年、平成9年にも780型が申請されたことにより、も510型は定期運用を失い、以降は全車指車扱いとなった。2000年、平成12年にはも512が廃車となったが、残るも513.514は第一線からは外れたものの、 他車両の検査に伴うダイソーや団体専用列車、臨時列車用として在籍した。2001年、平成14年にも750型が全廃された。あとは、本形式は、名鉄 600V 線における唯一の比例防車、ワンマン運転非対応車となった。また速度計の設備もなかったため、その運転に際しては運転士の経験と勘が必要となる車両であった。 その後、社令が77年に達した2004年、平成16年には、市の坪駅、岐阜工場構内にて2両の記事を祝うイベントが開催されている。また、晩年はその経年の高さが災いして、各種部品の確保が難しくなったことから、名鉄では当時の設計図をもとに予備部品を内製し、稼働状態を確保していた。1926年、 大正15年に申請されて、以来、80年近くにわたり一貫して、岐阜市周辺で運用され続けたという、極めて長命を保ったも510系であったが、2005年、平成17年3月31日の岐阜600、ボルト1000区配に伴い、同日付けで2両とも除籍され、形式消滅した。も510系、520系の両形式はその、 特徴ある携帯や手頃な大きさが買われ、比較的多数の車両が保存もしくは、多用途へ転用されており、その大半が今も健在である。その他、も520計算量が、静岡県静岡市福氷に存在した巨大迷路、アドベンチャーフォート静岡に保存されていた。同所閉鎖に伴い、経営母体である、もちづ岩尾商店が経営する、焼肉店に移動。 一両を除いて、カットボディとなり、店舗の看板及び施設とされたが、後に、これらも、店舗改築によってすべて撤去処分され、現存しない。また、伊ビガワ町が運行する、谷組三人道楽楽バスの、外装デザインはも510型をモチーフとしたものである。も510系、1967年を廃車まで、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。